2023年10月14日、横手山に登ってきました。スタートは覗き、ゴールは横手山山頂。距離 1.3 キロ、標高差261メートル、コースタイム56分。要所は等速、それ以外は5倍速、ノーカットでお送りします。はい、本日は10月14日、ここは志賀高原の覗きというところですね。で本日は横手山、まあ、見えてる山は笠ヶ岳ですけど、反対の横手山に登るべく来ています。でここまで、車で2000何百メーターまで登ってきて、もうすでに、ね、このように、絶景が広がっていて紅葉も進んでいてね、もう山に登る必要もないというような話もありますが、まあ、横手山はね、2週間前に登ってガスガスだったんで、まあ、そのリベンジも込めてですね、ここから登りたいと思います。で前回は渋峠からねサクッと登ったんですけど、今日はこの覗きというところから、なんかスカイレーダーっていうね、今見えているなんか長いエスカレーターと、それからロープウェイでこの山ですね、横手山登ることができるんですけど、まあせっかくなんで短いですけど、この覗きから歩いて、行きたいと思いますね。ちょっとね空がね薄曇りというか、雲多めですけど、昨日と違ってね。で今8時19分ですね。じゃあ行きましょう。
はい、マンテンビューテラスというところに到着ですね。8時40分、ここは横手山の本当の山頂ではないんですけど、ここの方がおそらく眺めはいいはずなんで、ちょっと山頂の前に立ち寄りますね。で正面が、あれは久引山海の妙高かな、日内と被ってんのかな、被ってるみたいですね。で高妻と、あれが下でも見た笠ヶ岳ですね。かっこいい笠ヶ岳、あれは下見た方がかっこよかったですね。でその奥に白馬三座、雪かぶってますね。それから向こうに立山でしょうね、雪かぶってるのね。それから槍穂も見えますけど、槍穂の雪は少なくなったみたいですね。でこっちが猫岳と、東屋さんで、浅間の連峰が続いていて、その前に乗鞍と、それから御嶽が見えますね。で東屋さんの向こうは中央かな。で、浅間連峰が続いていて、浅間連峰の向こうに八ヶ岳ですね。で浅間山、それから富士山も見えてますね。ちょっと霞んでますけど。で南アルプスと、でとんがりが浅間隠し山かな。まあこんな風に、こちら側はちょっとね高曇りですけど、よく見えてますね。でこっちは私はあんまりね詳しくないんですよ、正直。あれはあの草津じゃねえや、滋賀の何らかの山でしょうね。スキー場があるぐらいなんで、犬が元気よく吠えてますけどね。であれが岩菅かな、岩菅の向こうは何だろう、トリカブトかな。自信ないですね。なんかトリカブトって結構ね、内輪からとんがった山が見えたような気がするんで、あれ白砂かな、白砂のような気がしますね。で向こうは越後山なんですね、あれね。でアンテナの右側にですね、あれがアンテナの真ん中にあるのが、あれは日内ヶ岳かな。日内の形してますね。でこっち側はですね、日光の山、あれが白根山、日光白根山、南泰山、それから須海山で、赤城とかは見切れてるのかな。でこんな感じでほぼ360度の視界がありますね。で2週間前にここ来たんですけど、全然ガスで見えなくて、今日はリベンジ果たせましたよ。じゃあここからですね、本当の浅間山の山頂、浅間山じゃねえ、なんだっけ、横手山の山頂来ますか。割と近いんで、はい、横手山山頂到着、8時48分ですね。で、ここが本当の山頂でして、さっきのテラスからは見えなかった草津方面の山が、見えますね。やっぱり来るべきですね、ここもね。こっちは見えませんでしたからね、テラスでね。で手前が立ち入り禁止の、白根山で、奥がこれもまた立ち入り禁止の元白根山かな。
で向こうに浅間山、あれ百名山で行けない山になってまして、なんか99でなんか証明発行してるみたいですね、今やね。私は2018年の噴火以前に本白根の方行ったんでギリギリセーフでしたけど、今はねあそこ行けないですもんね。なんかね、でもレコ見ると無断で入ってる人も いますけどね、まあ、どうかと思いますけど、それから春菜が見えますね、それと赤城も見えてますね。でさっきの日光と、でこっち側もこっち側は群馬の山々がはっきり見えるというところで、ね、アルプスも見えてますね。なので、ここの山頂もきっちり撮っとくべきかというふうに思います。はい、それではお疲れ様でした。以上で動画は終了です。ご覧いただきありがとうございました。